渋谷のエクスプレス。私はお客さんが参加する作品、作品じゃないけど、ことをやりたいと思っています。で、今私が興味があるのは、人に会うこととか、あと人が、私以外の人たちが交流しているのを 見ていることとかに今興味があります。で、今回は、テーブルと椅子を2脚用意して、なんか長い、他の人に声が漏れないような長いマイクみたいな、長いこうマイクじゃないけど、他の人に音が漏れない、二人でしか会話ができない、なんか装置みたいなのを、筒みたいな、そういうことです。それを作って、参加者が、こう、両端に座って、お互いの秘密を一個ずつ交換し合うっていうのを、客席を設けて、みんなで、眺めるっていうのをやりたいんです。で、お客さんが参加してくれないといけないので、12時から4時ぐらいまでは来てくれたお客さんに私の方から参加してくれないかって話して頼む時間にします。皆さんがいろいろやってる最中にお客さんに声かけたりしてこっそり募集をしておきます。で、夕方16時ぐらいのものいい時間帯にこうだいたい希望としては最低5組10人で最高15組30人ぐらいの人たちに交代交代でその秘密を一個ずつ交換してもらいます。で、だいたい一組あたり2分もあれば十分だと思うんで、パッパパッパと変えていきます。はい。で、一つのテーブルでパッパパッパと回していきます。はい。で、準備は机と椅子しかいりません。なんで準備時間は3分とか、片付けも3分ぐらいでいいです。で、公演時間は20分から30分ぐらいかなと思っています。で、そのやってる最中、明るい方がいいかなと思っています。けどなんか、皆さんがその8時間ぶっ続きのパフォーマンスみたいなのを、なんか、動きながらなんかやってるとか、そういうのは別に止めてもらわなくてもいいかなとちょっと思っています。けど少しはそれらしい空間をここに作りたい。ちょっと その雑音とかそういうのは OK な感じです。はい。で、必要な手伝いは